かなきちこと、かなきかなこです。今日はハロウィンが近いということで、ハロウィンメイクしたいと思いまーす。ドスピンです。これからメイクするので。やんな、やっぱ。はい。顔色悪いなと思ってても、どうしたんやろうと思って。やめてやめて。昨日お酒飲んだからかな。じゃあ早速、メイク開始。一旦このラロッシュポゼの下地だけ濡らして、これからちょっとどんどん塗っていくからさ、ちょっと肌が怖いわ。え、そんな過激なことするの？いや、結構今までにあんまりしたことないようなぐらい。基本的に私メイクとか薄メイクなんですよ。だからあんまり塗らんけど、ちょっと今回は塗るからさ、肌を守らして一旦肌を痛めつけてる感じして、ちょっとかわいそうやん。で、今回ハロウィンメイクするのにちょっと絶対必要なものがあって、でも持ってないから買ってきました。三つ吉っていうところのファンデーションなんですけど、真っ白。これを今から全顔に塗っていく。どうやって塗ろうかなって思ってんやんか。これ買ってきてん、ドンキで。資生堂のファンデーションブラシ。なんで中身取ったんや。分かれへん。この箱に入ってるよっていうの、よく見たことあるんちゃうかな。これ固形のこういうファンデーションにも使っていいよって書いてたから、ちょっと気持ちいいし。もう結構白なるよ。ほら白。これを全顔に塗っていく。こういうのってどうやって塗ったらいい？おでこから塗っていくわ。めっちゃ白ない？壁ぐらい白い。いやでもほんまに本当はもっと白くしたいぐらいの気持ちはあんねんけど、ちょっとハロウィンメイクってさ、やっぱり持続性あった方がいいやん。一日中ハロウィンメイクする人とかいるやん。だからちょっとそういうところもちょっと今回は気にしたよ。あ、でもなんか思ったより綺麗に塗れてんねんけど。てかこのブラシが塗りやすいんかな。なんかめっちゃ綺麗に塗れんねんけど。普段のファンデーションより綺麗に塗れてるで。それ大問題じゃない。首にも塗っとく？ちょっと若干。やっぱこういうとこ大事にしていきたいやん。ちょっとグラデーションっぽくしとこう。オッケー、白く塗れたよ。あのさ、若干眉毛だけ整えさせて。このボロボロやねんけど、エクセルのアイブロウペンシルで一旦ちょっと眉毛だけ整えさせて。もともと濃いねんけど。じゃあ次アイメイクに入りたいと思います。ずーっと使ってるリンメルのアイシャドウのいっちゃーん濃い色、これかな。右下暗い色でちょっと目の周りをね囲むように寄らせていただきます。あ、どうぞ。いやこれさ、ぶっつけ本番なわけ。練習とかしてないねん。だからちょっと探り探りやるわ。え、マジでこんなんで全然いいねんで。あかんって言うてへんもん。一旦上はこんな感じでいいかな。ちょっとめっちゃ怖いんだけど、下も同じ色を塗ります。全部囲む感じ。もうめちゃめちゃ寝不足な人みたいな感じ。病的やな。いや、それがいいね。言ってもらったら今回はめっちゃ褒め言葉になるから。いいねいいね。で、ここでアイラインだけ引かせてくださいな。別にこだわりとかはないんですけど、ケサランパサランのジェルアイライナー、これをファンの方からいただきました。ほんまに今回使う化粧品は基本的に私がいつも使ってる化粧品でハロウィンメイクしたいと思います。てかします。これな、ちょっと柔らかくてさ、芯が描きやすいねんな。ちょっと跳ね上げラインっぽく描くわ。ちょっとこう、あ、それなんか見たことある、安室ちゃんのミュージックビデオで。安室ちゃん好きやもんな。うん、こういうちょっと跳ね上げラインで今回行かせていただきますわ。こんな感じで、ちょっと待って、見さしてな。ちょっとでも可愛さアピールしとくわ。マスカラはもう消えてもう何も見えへんねんけど、このクリニークのマスカラ、ずーっと使ってるやつ。もう普通に塗るだけ。これはマジで通常運転で塗ります。ほんまにサッサッサーっていつも塗るだけやから。これ今やったらまだギリ外出れるで。これ、あ、出れるな。
まだちょっとあの人白いなってぐらい、うん、こっからいろいろいじっていきます顔を。これ買いました、プロオフ紙のアイライナーのカラーライナー、アイオープニングライナー、私はネイビー買いました。もっといろんな色あったんですけど、オレンジとかカーキーとかあったんですけど、ちょっと今回のハロウィンメイクには確実に青なので、青かわいいな、パッケージもこんな感じ、こんな感じの色。それを目に塗るの？目に塗る。ちょっとこれ後からもう一回、もう二度塗りした方がいいな。この大きか、何してるの？てかこれやったらもうちょっと茶色薄くてもよかったけど、これぐらいの目の濃さが良かったんだ。バランスむずいねんけど、それは外に出られへん感じになってきてる。いや、これでいいね。ちょっと今集中してるから。よし、一旦こっちは OK。こっちも描くな。ちょっと。どう？また下もやるから、これ。一旦集中させてもらってもいい？ふぅ、こう思うとさ、特殊メイクの人ってすごいよな。はぁ、疲れた。もうちょっとでもなんか大きくしてもいいかもしれへんけど、まあ一旦これで後で足していこうか、足らんかったらな。な、反対もやるわ。これめっちゃ疲れんねんけど。しとこう、こっち小さく感じる。なんかでもこうやってどんどんな大きくなっていくねんな、結果。あ、ほらはみ出たよ。てかなんならこの青でアイライン引いちゃった方が良くない？この際つなげて、ほら良くない？こっちの方が、え、なんか良さげやで、こっちの方が。あ、めっちゃいい感じやねんけど。で、次眉毛。これメイベリンのカラーセンセーショナルのリップスティック B の10。え、リップって言ってるやん。リップ、リップを眉毛に使っていきます。真っ赤っか、これを使っていきます。これででもどれぐらい綺麗に眉毛を描けるか。いけんのこれ？まあいっか、一回やってみるわ。しゃあない。いけるいける、ちょっと待って、思いのほかいけるよ。え、すごいやん。一旦眉尻をな、綺麗にやったらこっちのもんやね。うん、まあ一旦これで許しといたるわ。でまだこのリップ使います。これでこうやってで、最後このリップで豪快に口を描いていきます。まずオーバーリップ目に、これでどんどん範囲を広げていく。うん、門脇さん、うん、めちゃめちゃいいやん。めっちゃいい。うん、もうちょっと大きくした方がいいかも。この羽いくで、このシュッ、綺麗。ちょっと大きくしすぎたかな。調子乗って大きくしすぎたかな。でもその羽がいいやろ。ちょっと羽がいいねんけど。おお、ええやん。でも本当はもうちょっとなんかな、汚れつけたいというか、ちょっと綺麗すぎんねんな今。汚れ？汚れみたいな。もうちょっと目元を黒くしたいので、このマジョリカマジョルカのジュエリングアイズ、一番濃い色、ちょっとラメっぽくしたいから、この一番濃い色を使って
ちょっとこの辺とかちょっと黒ずんでる感じがさ欲しいからさ、汚れてる感じ、一旦もう雨に打たれてきましたぐらいの汚れた感じが欲しいね。てか今日雨降ってるから外出ればいいんか、うん、びっくりするってこれ結構子供連れの人多かったから。確かに祝日やもんな今日。あ、わかる、その汚れた感じわかる、わかる、意味が分かってきた、わかる、ちょっと汚れた感じ欲しかった、ちょっと汚れたい、こうこうしてちょっとシェーディング代わりにするわちょっとこけてる感じ、あのマレフィセントみたいな感じでちょっとこけてる感じにするわ。あれこけすぎやろ。いいね、それぐらいこけたいね。本当は今すぐ10キロぐらい痩せたらこけんねやろうけど、ちょっとそれは無理な話やから。無理やね、そんなことなったら。よし、いいんじゃないこれ、オッケー、メイク完成。どう、すごいと思う、すごい、うん、ちょっとこっからあの髪の毛に入っていい、バって出てきたいからちょっとだけ待っといてもらってもいい、髪の毛サッサッサッってやってくるから。バってどっから出てくる、こっからシュッと出てくるから、お岡さんといてな、あ、大丈夫大丈夫、うん、じゃあちょっと待っててください。完成しました。髪の毛とかさ若干緑にしてる、わかる、わかる、見える、いや髪緑と思ったの、ほんまに、うん、これもドンキで売ってたカラーバタートリートメントのあれで、さっき色つけてちょっと待って流して、まあ、すぐ 2,3 日で取れるからと思ってもうやっちゃった。これこれ結局あれやん、もう女の子がやれるジョーカーで、これそうやね、ジョーカーってまあもちろん男の人役じゃないですか。でも私映画ジョーカー見てすごい衝撃で、このジョーカーの生き様とかこういう見た目ルックスとか、今年のハロウィンもし何かするならジョーカーやりたいな、でも女の子もできるようなメイクしたいからと思って即座に考えたのがこれ。天才、天才、ほんまに、なんかちょっと髪の毛とかもオールバックにしてみてんけど、でちょっと毛先を全部外羽とかにしてボサボサな感じにしてみた。ジャケット着てな、そうジョーカーってジャケット着てたやん、赤の、やけどちょっと門脇香菜子ジョーカーは秋をちょっと意識してチェックのジャケットにしてみました。 GU のどうやった、ジョーカー映画マジで良かったよ、ほんまに。私にとってはね、映画見に行った後帰りみんなが出口に向かって歩いていくやん、みんなゾロゾロって、横の人はめっちゃいいって言ってたけど反対側の人はなんかあんまりよくわからなかったみたいな感じで、なんでこんなにも差があるんやろって感じた時に、好き嫌いの問題じゃないなと思って、これは例えば今仕事とかプライベートとかもう何でもいいんですけど、それに対しての不満度の違いかなって思った。不満度が高い人はすごいいいって言う気がしてて、あんまりそこまで不満はあるけど大して不満はないっていう人はちょっとよくわからなかったっていう違いかなって私は思った。まあ、ネタバレになるからあんまり深くは言えないんですけど、そのジョーカーはコメディアンを目指してたんですけど、それでも仕事とかプライベートのこととか家族のこととかで結構うーってなってるところがあって、それを発散するのがすごい最初下手くそやなって思ってたんですけど、そのジョーカーなりの発散の仕方を見つけた時に彼がすごい人間性180度変わるんですよ。もう別人のように、人ってここまで変われるんだというか、まあ、ジョーカーの場合は何も失うものがなかったからこそのこの行動力というか原動力だったりとか、なんかそこのパワフルさがね圧倒されましたね、本当に。あと映像がすごい綺麗、景色とかもそうやし、あとカメラアングルとかカメラワークとか、なんか YouTube 始め出してから気になりだして、ちょっと本当にこんな私なんですけど、雰囲気もおしゃれやし、私はすっきりする映画じゃないなって思ったんですけど、心から見てよかったなって思える映画でした。もしちょっとでも気になってる人とかいるならぜひとも見に行った方がいいと思います。てかさ、うん、普段の生活に不満がある人はめっちゃよく感じるんでしょこの映画。そうで、よく感じたやろ。よく感じた。不満あるんや。めちゃめちゃあるよ。あんのかいめちゃめちゃあるよ。すごいちゃんと語るやん、その顔でいやほんまに途中から思ってたけど、もうこのまま行っちゃえと思って、もう映画が大好きなんですよ。もし今回のこういう動画
評判が良かったらというか、みんながいいって言ってくれたら、ちょっと今後も映画好きやし、こういう感じのこと続けていこうかなって思うんだけど、どう思う？いいと思う。ちょっと行儀悪いで、雨舐めながら。自分も食べてるやん。美味しいな。美味しいな、チュッパチャップスな、うん。あの、ジョーカーの中ですごい印象に残ってるシーンがあって、ジョーカーってずーっとタバコ吸ってるんですよ。そのタバコ吸ってるシーンがすごい印象に残ったんですよね、私。なんか精神を落ち着けるために吸ってるのか、ジョーカーは。はたまた本当に普通にタバコが好きで吸ってるのか、なんかちょっと私の中では謎で終わったんですね。そのなんでタバコを吸うようになったのかとか、すごい心に残ったので。でも私さすがにタバコは吸わないので、ちょっとまあハロウィンやし、チュッパチャップスで代用させていただきました。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。